ポキポキのレジ君です。フォートナイトでは強力な武器を持ったボスが存在しますよね。倒すと一つしかないミチックアイテムを落とすということで、皆さんも一度は戦ったことがありますよね。今回はそんな歴代のボス13人をまとめて、誰が一番最強だったのかランキング形式で発表していきたいと思います。ちなみに最下位のボスはレジです。弾の出ない武器でなんかバキュンバキュンとかほざいてます。あ、ちなみにこのランキングはめちゃくちゃ独断と偏見で決めてるんで、ご了承のほどよろしくお願いします。それでは早速見ていく。TNT ナ、惜しくも最下位はティナですね。ザ・リーグを守り続けた女神なんですけど、ティナのミシックのね、ドッカンボは確かに強いんですよ。でもティナが撃つまでに時間がかかるのと、壁1枚立てるだけで勝手に自爆するおっちょこちょいなおてんば娘ということで、破天荒な性格俺は好きだよ。オーシャンですね。ザ・フォーティーラーの守護神オーシャンです。無限チャグジャグと2点バーストっていうめちゃくちゃ魅力的なミシックを落とすんですけども、弱い。なんかチャグチャグ持ってるし、体力5000くらいあった方が良かったんじゃないのかなって。2点バーストを連射しない優しさを持ってるオーシャンパシフィックピース。11位はデッドプールですね。みんなさん忘れがちなデッドプール、ニャッスルがいたねザ・ヨットを占領して踊りまくってました。二丁拳銃のねミシックアイテムはめちゃくちゃ斬新でしたよね。撃つと回復するっていう、でもそのダメージが低い分負けることなくね倒せた記憶があります。デッドプールってまず死なないじゃないですか。仲間にできたら強そうだな、ハックして。10位はドクタードゥームですね。ザ・ナルシストです。ドゥームの至る所に自分がいます、本人もいます。あのミスティカルボム撃つまでに結構ね時間があるんで、その間にめちゃくちゃ撃てるんですよね。なんか気づいたら倒してるみたいな。よく自分の屋敷を燃やしてそのダメージで自滅してるのを何回も見ましたね僕。あの攻撃の派手さとは裏腹にダメージ低いんですけども、油断するとね気づいたら倒されちゃってます。どんな病気になってもこの医者だけは嫌です。9位はニャッスルですね。可愛さランキング上位のニャッスルです。あのめちゃくちゃ強いヘビーアサルトライフル撃ってくるし、見た目もムキムキで怖いんすけど、連射能力低いんでね、建築ちょっとしたらすぐにね手なずけることができます。ネス頼むからこれ以上でかくならないでくれ。8位はシャドウマイダスです。ハロウィンの伝説ですね。ザ・ルインの周りのヘンチマンもロケラン持っててめちゃくちゃ厄介でした。でもねドラムガンの威力と連射力が低下したのは、ゾンビになったからなんですかね。かっこよさ100、怖さ100、人気度100のこの男、久々の参戦で A 魅力が落ちたので8位とさせていただきます。7位は可愛い可愛いキッド。シーズン3でもうぶっちぎりの人気を誇ってましたよね。キャディーコーナーのボスニャッスルの息子キッド、ぶっ壊れすぎるショックウェーブランチャーとミシックチャージショットガン、もうね気を抜いて何回ワンパンされたかもう覚えてないくらいめちゃくちゃされました。6位はジュールズですね。ザ・オーソリティの代表取締役です。あの驚異的な連射力を持つドラムガン、あれは悪魔ですね。ジュールズがねもしグライダーガンでオーソリティ飛び回ったら、もう僕は1回も勝てなかったです。全敗してました。可愛いし強いし、もうまるで吉田沙保里さんっすね。5位はスカイです。シーズン2でぶっちぎりの人気だったスカイ、ただでさえ強いスカーを連射力を上げるっていう、もう魔改造武器ですよあれは。何度この可愛い顔に騙されたことだろうか。目と目が合った瞬間溶けています。もうねザ・シャークを制する者がビクロイする、そんなシーズンでしたよね。スカイへ、今どこで何をしていますか、たまに連絡ください。
4位はアイアンマンですね。すべての運命を握ってるアイアンマン、惜しくも良いという結果になってしまいました。言うまでもなくね、出会い頭のユニビームがめちゃくちゃ強すぎる。命中率 90%、 あの悪魔的なビームをお構いなしにぶちまけますからね。めちゃくちゃ高そうなラボを壊せるのはトニー・スタークだからこそできることです。俺は一体何回彼の実験台になったことだろうか。サインはブルータスです。通称モグラ・ザ・グラトーの怪しいマッチョ、あの弾薬無限のミニガンの標的になったら最後です。一瞬でオダブツナミヤムダブツみたいなね。まあ唯一の救いは撃つまでにチャージがあることですね。ウィーンダカダカダカダって、あのウィーンの時間ね、あれに助けられました。筋肉おじさんまだ息続いてるかな。後ろになります。お待たせしました。1位はもちろん元祖ボスマイダス様ですね。マイダスのドラムがもう聞くだけで鳥肌立ちますよ。あいつに見つかったら最後、ダメージ高い、連射力も高い最強のドラムガンでもうしゅんどけ、傷、もううん、うん、みたいな、即解けます。ルックスもいいし、めちゃくちゃ稼いでるし、現実にいたらめちゃくちゃモテてたよね。マイダスの計画は続いてるはずです。これからの活躍に期待しております。はい、ということでいかがだったでしょうか。歴代ボス最強ランキングでした。皆さんが思う最強のボスは誰ですか。よかったらコメントでトップ3を教えてください。ちなみにね、この間のミシックランキングでみんなの投票聞いたら、ユニビームとハルクがぶっちぎりで多かったっすね。今回はどうなるのか、最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価お待ちしております。